三道と、紫陽花本密寺は、愛知県ぬかた郡高田町にある、総東州の寺院。三号は、随雲山。島原藩主福須松平家墓所は、国の史跡に指定されている。紫陽花寺として知られる。1523年に、福須松平家の初代当主、松平忠貞によって回帰された、福須松平家の菩提寺で、稀西栄音によって、 大道山泉流院の末寺として解散。聞こえを解散とするのは、全州でしばしば行われる、感情解散という方式で、死を敬ってのことであり、実質解散は二代目の仮想栄光である。本尊は、釈迦如来像、脇地の地蔵菩薩像と、千寿観論像は、運慶作と伝わる。天保により、不幸寺松平家が島原藩に移った後も、歴代藩主の遺体は、 本密寺に運ばれて埋葬された。西病所と東病所に分かれており、西病所には、福図松平家一の五代と十一代当主、東病所には六から十代、十二から十九代当主と六代性質の霊病がある。2014年3月18日、国の史跡に指定された。福図松平家一の四代の墓所は、非常に質素な作りで一緒にまとめられている。五代。 松平忠敏の病である、二影堂や、島原藩書大藩主となった六代、松平忠房の長男であったが養成した、松平工房の孔子病、十一代、松平忠平の病のほか、忠房が、福知山藩主時代に作らせて完成まで二十年を、要した願掛け亀なども置かれている。願掛け亀西病所の一角に置かれた、石碑を甲羅に乗せた亀の石像。 この願掛け亀の首のところには、くぼみがあり、ここに、柵の外から祭典を投げ入れ、うまく祭典が入ると、願い事が叶うと言われている。1672年建立。島原藩に天保となって、以降の当主の墓所が置かれている。山道東病所前の山道と、紫陽花い病所の前の山道は、石畳となっている。三河地震の際に倒れた石垣や墓石が敷かれている。 両脇には、紫陽花が植えられていて、開花の時期には、観光客も賑わう。三門東病所前の三門三門は朱色に塗られており、随分に山の看板が掲げられている。屋根瓦が通常と反対向きになっているが、それは火災などを防ぐおまじないであるからとされている。病所東病所それぞれの病所では、敷石がひれ伏すように向きが揃えられて敷かれており、 進化を表しているという。病所本体はどれもが神道で祀られており、京都の吉田神社の吉田神道の思想に基づき、神殿型破壊士を採用している。土壁1945年の三河地震により、土塀や石垣の一部が崩れている。廃館料修復費用に充てるために、東病所を廃館する200円の廃館料を、山道入り口の廃館料箱に入れるようになっている。 実際には募金のように形で運営されている第7代松平忠夫東病所にある7代松平忠夫の墓が2008年の平成20年8月末号により崩壊している可能性があったため2009年に補修の検討のために学術調査が行われたところ西洋伝来のガラス製グラス、軽帳小判などの副葬品が大量に発見されて大きく報じられた。 近世大名家の埋葬を知る上で貴重。二千九年、平成二十年八月末号によって破損した松平忠夫墓所の修復に伴い発掘調査が実施され、次のものが出土した。高田町指定文化財四代江忠、五代忠都およびその弟であった松平忠一の肖像画。三福とも百四十七年の作、土佐派によって描かれたもので、 1663年に皇居造営を命じられ翌年に完成させた六代、忠房に貸視された。日暮し屏部の通称がある。本堂前の首郎に吊るされた盆章は1629年に鋳造されたものと伝わっており、家康、家光の名が記されている。山門に向かう山道の両脇屋境内には、 合計約1万本のアジサイが植えられており、アジサイ祭りが催される6月頃には、多くの観光客で賑わうことから、別名アジサイ寺として知られる。なお、境内には、約5000本の椿をはじめとして、梅や桜も植えられており、花をつける3月から4月頃にかけて訪れる人も、多い。本密寺のアジサイ本密寺のアジサイ。ありがとうございます。